平野仕様キンプリ、振り、ふりつけしりんはびの、激アツな2ショットでファンを魅了。日本のエンターテイメント界で注目の敵となっている平野仕様26、が、ファンたちに大きなサプライズを提供しました。元キング・プスメンバーで、滝沢秀明さんが代表を務める、とべ、への合流を発表した彼は、23日に自身のインスタグラムアカウントで、 キンプリの振付師であるリーハタさんとのツーショット写真を投稿しました。この一瞬の写真がファンの間で大きな話題となり、SNS 上で熱狂的な反応が巻き起こりました。平野仕様の新たなステージ。平野仕様は日本のアイドルグループ、キングピンスのメンバーとして数々を風靡し、その存在感とダンススキルで多くのファンを魅了しました。 しかし、2021年の9月に、キングピンスから脱退し、新たなキャリアに挑戦することを発表しました。その後、彼は個人としての活動を積極的に展開し、様々なメディアプロジェクトに参加してきました。そして、7月7日には、滝沢秀明さんが代表を務めるエンターテイメント事務所、とべへの合流を発表し、 その新たなステージに向けて一歩踏み出しました。この重要な転機に続いて、平野耀はファンたちに新たな興奮をもたらしました。彼のインスタグラムアカウントで公開されたツーショット写真は、その証拠です。平野耀鳥肌さんの激アツな2ショット。23日のインスタグラム投稿では、平野耀鳥肌さんは、 共に黒のキャップと黒の T シャツを身につけ、ノリノリの表情でカメラに向かっています。この写真には、ビディン、ウィズリンハタというメッセージが添えられ、ファンたちに期待感を高めました。この投稿に対するコメント欄は、ファンたちの熱狂的な反応で溢れています。以下は一部のコメントです。ギャッツ。激アツな2ショット。ヤバ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 リエさんや。 簡単ふ。お久しぶりです。潮君がいお顔して T シャツも帽子も似合ってるよ。なんとも言えない気持ちになった。服装的にインライ、インスタライブの時の、ダンスしてたって言ってたもんね。最高すぎて。Life is beautiful. 簡単ふ。ヒューヒュー。ファンたちはこの、激アツな2ショットに興奮し、平野の潮鳥り畑さんの再会に歓声を上げています。 では、リーハタさんとは一体何者なのでしょうかリーハタさん、キンプリの魔法の手。リーハタさんは多くのアイドルグループやアーティストにとって欠かせない存在となっています。特に、キングピンスの振り付けを手掛けたことで、彼女の名前は広く知られるようになりました。その振り付けは、キャッチーで宣伝されたダンスルーチンであり、多くのファンに愛されました。リーハタさんは、 そのダンスの才能とセンスにより、日本のエンターテイメント界で高い評価を受けています。彼女とヒラの仕様のコラボレーションは、多くのファンにとって夢のような瞬間となりました。ファンの反応。ヒラの仕様のインスタグラム投稿に対するファンの反応は、彼らの愛と興奮の表れです。 コメント欄に寄せられた喜びの声は、平野潮とリーハタさんの再会がファンにとってどれだけ特別な瞬間だったかを示しています。彼らのコラボレーションに対する期待は非常に高く、これからの展開がますます注目されています。結論。 平野紫仕様とリーハタさんの激アツな2ショットはファンにとって素晴らしいサプライズであり彼らの再会に多くの期待と興奮が寄せられています彼らのコラボレーションがどのようなプロジェクトや活動につながるのか今後の展開に注目が集まっています平野紫仕様の新たなステージでの活動とリーハタさんの才能に期待が高まりますファンは 彼らがこれからも素晴らしいエンターテインメントを提供してくれることを楽しみにしています。